太郎山は、栃木県日光市にある標高2368メートルの火山。日本三百名山の一つ。太郎山は、那須火山帯日光火山群に属する標高2367.5メートルの火山。南大山の北西、女宝山の西南西、千条ヶ原の北東の方角にある独立峰である。かつては、旧、日光市と、旧、 栗山村との境とされていた。太郎山の山体は清掃火山、頂上部は石英安山岸の溶岩ドームと考えられている。いずれも第四期火山である。太郎山という山名は、この山が南大山と女宝山の間にできた長男とみなされたことによるものと考えられ、この夫婦の間には別に大真名子山、小真子山も生まれている。 太郎山は古くから山岳信仰の対象であり、山自体が御神体として東廃の対象となったほか、南大山、女宝山と共に日光三山を形成し、日光主源においても重要な役割を果たした。太郎山権限は南大山、二良山権限、女宝山、滝尾権限と共に日光三所権限の一角を成している。寛永年間には、 合山神社が誕生され、合モ者での工人も多かった。現在でも、頂上には、太郎山の神社がある。また、林羅山の二良山の神殿によると、太郎山には、遊宇宙城の子である馬王が、新宮太郎明神として祀られているとされる。類似の伝承が、朝日長者の伝説に見られる。山麓部には水なら、ブナ、カンバなどの紅葉樹が繁茂しているが、 山腹より頂上部にかけては主にコメツガの信葉樹林となっており、他に白びそ、大白びそなどの信葉樹が混じっている。山頂の南側、標高2280メートル付近の旧加工跡の、大地はかつて湿地であった草原があり、花畑という地名が付されているが、実際には花は少ない。白山風呂、薄雪草。 細葉岩弁慶などの鉱山植物の花が咲いている。太郎山の静峠からの登山道には、日光三軒の一つに数えられている、神帝がある。この神帝では、帝の脇の岩を登り、山頂近くから山麓に向け崩落している帝を渡る。神帝は、南大山から北側に降りた、静峠と太郎山花畑の間の登山道にあり、静峠から神帝に入ると、 笹が追い茂る草原の後、岳間場、津賀、唐松、白潮、尺投げなどの中を進むこととなる。太郎と山と残道はこの他山王峠の山王、坊子と山と残口から、山王坊子山を経て、小太郎山、太郎山と至るコースと、三つ森温泉から歯形を経て、小太郎山、太郎山と登るコースがある。歯形を経るコースは、 崩壊が激しく通行禁止となっている。戦場が原から見た太郎山と奥日光地域の山々、京高金を改定する山岳一覧資料1、国土地理院。 http://www.gsi.go.jp://0091072.pdf2014 年3月26ペ <ira> イイジージ閲覧。GNSS 測量等の点検、補正調査による2014年4月1日の国土、チリーン、日本の山岳標高一覧 -1003 山、における、海底地。 なお、旧版での標高は2367メートル。ABCD、太郎山国立大学法人宇都宮大学、附属日光演習林の概要 ABCD、栃木太郎山審判日本300、名山登山ガイド上北海道、東北、関東。山戸警告者。ISBN 978から4から635530620。ありがとうございます。